ササン朝時代の要塞アルメニア教会の建物、デルベントは、ロシアダゲスタン共和国にある都市である。ロシア最南端の都市であり、ダゲスタン共和国第二の都市でもある。人口は10万千31人である。アゼルバイジャン人が、最も多く、EN、レスジェンズ、EN、タバサランピープルがそれに続く。アレクサンドロスの門の伝説が残る都市であり、デルベントは、 ロシア最古の都市と言われる。2003年にユネスコの世界遺産にデルベントの下でる古代城壁、要塞建築物群の名前で登録された。現在のデルベントの町はカスピ海の西岸に位置し、タバサラン山頂からの傾斜面に位置する。デルベントは交通の便が良く、港湾施設を持ち、アゼルバイジャンの首都であるバクーとは、鉄道とロストフなどの道路で結ばれている。 デルベントの経済の中心は食品、織物、漁業、木工品などが挙げられる。また、ロシアにおけるブランデー生産の中心でもある。気象デルベントはコーカサス地方において戦略的に重要な場所に位置している。カスピ海とコーカサスの山々との間では幅が3キロメートルしかない。歴史的にデルベントはユーラシア草原と中東を結ぶ。 交通の要衝であったため、様々な民族の衝突の舞台となってきた。デルベントにおける最初の住居は、紀元前8世紀に遡る。紀元前6世紀には、ペルシャの王によって支配されていた。紀元前4世紀までには、カフカスアルバニア人が建国した国の首都として、機能していた。現在のデルベントの名前の由来はペルシャ語の閉じられた門に由来する。 5世紀の終わりかあるいは6世紀の始まりには使用されるようになっており、この頃はサーサーアン朝アの皇帝カワード一世によって統治された時代であった。カワード一世の子供であるホスロー一世の時代にデルベントの北を望む監視塔を備えた高さ20メートルの城壁が建設された。アルメニア人の7世紀の歴史家であるモブセス、カガンカトバチが叙述した年代記にも 教端の言葉を添えての記述がなされている。ホスローの建設の結果、デルベントは、サーサーアン・アサの強固な要塞、港として機能した。5世紀から6世紀の間には、デルベントは、カフカス地方におけるキリスト教布教の拠点となった。627年から629年の第三次、ペルソチュルク戦争において、デルベントは一旦、西特欠の支配下に置かれることとなったが、 その後、ペルシアによって、再度、統治されることとなった。654年には、アラブ人勢力の支配下に置かれることとなり、デルベントは、東カフカス地方の行政の中心になるとともに、この地方にもイスラームが浸透することとなった。戦略上の地位のために、デルベントは、シルクロードの北へつながる支線の出発地点となり、後には、アラブ人とハザールの間で争われることとなった。 アッパース町の第八代カリフであるハールーンアイコールラシードはデルベントに居住したこともあり、デルベントは芸術と商業の中心となり評判となった。アラブ人の歴史家の序述によると旧世紀にはカフカス地方では最大の5万人の人口を誇る都市になったとある。カリフ制度が崩壊するとデルベントはイスラームの主張国となり、サリルと争うこととなる。 デルベントの主張国は1239年のモンゴル帝国による侵攻まで繁栄した。14世紀になるとデルベントはティムールの軍隊によって征服された。1437年にはペルシャのシルバンシャー朝の支配下に入った。16世紀にはサハビー朝とオスマン帝国との間の戦場となり、アッパース一世の時代にはトルコ軍に大きな打撃を与えたことで、 デルベントは、サファビー朝の支配下に入った。1722年には、ロシア帝国皇帝ピョートル一世とペルシャの間で、第一次ロシアペルシャ戦争が勃発、デルベントは、ロシア帝国の支配下に入ることとなったが、1736年には、ナーディルシャーの手によって、再びペルシャの支配下に入った。1747年には、 デルベント藩王国が創設されその首都となった。第二次ロシアペルシャ戦争において、デルベントはバレリアン・ツボフが指揮するロシア軍の砲撃を受けた結果、1813年のゴレスターン条約において、ロシアとペルシャの間で平和条約が結ばれ、以後デルベントはロシア帝国に所属することとなった。デルベントに残る城壁と監視塔の多くが当時の姿を残している。 6世紀から残る二重の城壁の長さは約4 0トルに及び300から4 0 0ルの距離を置いて平行に建設された。城壁に囲まれた約4万5000平方メートルの範囲が世界遺産に登録され、6世紀に建設されたキリスト教のバジリカ、8世紀に建設されたモスク、15世紀に建設されたマドラサ、 19世紀に建設されたアルメニア正教の教会が存在する。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。